日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、霜降り明星のオールナイトニッポン。霜降り明星の粗品です。せいやです。さあ、時刻は10時を過ぎてますけども、なーに今の何がですか今のやつ。ジングルです。ジングル、はい、ジングルできた。ジングルです。ただの雑談に。そうです、できました。めっちゃピコピコしてたな。はい、なんかゲームみたいな。はい、ゲームです。あの、言うてただの雑談ですからね。そうですよ、普通に仕事中にしてますから。これしてます。はい、仕事中にして。騒ぎすぎて毎日怒られてんねんから。これそうだよ、ボーナス下がるよ。え、これどうやって作ったんこれ。電卓あるでしょ、押したら音鳴る。はいはい、あれの音を重ねて曲にするみたいな。あー、なんか YouTube で見たことあるかもしれんな。当たり目さん、あの、あれのマネ。電卓悔しないんかな。何がやねんなあ。そう、計算してもらえると思って入社してんのに。なんやねんそれ、感情ない。仕事への冒涜でしょ。何がやねん。ちょっと今やりましょうか。さっきのその僕らまだアンダーグラウンド、あのイブさんの、あの、僕続き弾けるんで。なんなん、電卓あるんでちょっとやります。やってくれるんですか。はい、いきます。なんなんこれ、何できてんねんお前。あー、ここがジングルのとこですね。そうです。いや、お前何してんのお前。仕事せえよ。仕事してます。何してんねん。いや、すごいけど。うますぎんねんお前。するならば、なんでやねんお前。でもないと、何が途中を待って、ただ今日も夜を越えてしまう。すごいけど。あれもダメ、これもダメだから。今これはどこですか。だからこれ、あの、 A メロです。 A メロ。嫌いな僕ら、ないな、あそこにも逃がしてくれないや、自分を見失ってしまうわ。はい、でもない化け物なの、美しくはにかんだその口を僕が今結んであげるから、ダーリンダーリン、愛しておくれ。あの日から僕らは共犯者だった。そんなんで突っ立ってないで、ワンツーの合図を待って、眠れない夜をどんどんさ、ダーリンダーリン、示しておくれ。さあバイバイ、そうさ、今がその時なんだ。最高の賞にしようぜ、胸の高鳴る方へ。悲劇的なスカイが幕を開ける、僕らまだアンダーグラウンド、っていうことですか。はい、いいですね。優柔不断な僕ら、焦燥に溺れた声がこの胸に響くことなど、最初から信じてはいないが、ずっとこうやってたいな、そう思えば楽になって、いつの間にか終わってしまうわ。救いようのない化け物なの、それでも信じたいんだ。お前や、救いようのない化け物はお前や。ああそうですか。これはその歌大丈夫ですか。やがましいわお前。多分あかんやろ。ほんで多分あかんのかい。わかんないですけど、まあ大丈夫なんちゃ。バカになって中にまったりはしませんか。ナンセンス文学の歌詞やそれな。あイブの違う本の曲。いやー、でもすごいね。ありがとうございます。またあの作れたら別の曲もやるんで。ああ、はい、他のジングルの曲もやってくれる。まあできたら。はい、今度その、はい、原曲キーで歌わせて弾いてもらってもいいですか。誰がやんねんボケ、あんなもん。むずすぎるやろあれ。一瞬しかアルペジオ戦闘があるしよお前。何やあれ。ありがとう粗品さん、聞いてくれてやき。人やろあれ。あーそう、ええねん。いやー、ちょっとまた聴かしてよお前の曲。ありです。いやー、仕事の傍ら練習しましたからね。おえー、大変やったで。大変やった。大変やった。営業部のエースやからな俺。どこがやねんお前。
お前ほんまに入社してからずっと終わってんの。どこがやねん。あのそのあのこいつと先週その2人で商談行ってきたんですけど。ありましたありました。あの戻ってきて部長に聞かれるやん。その聞かれた。あの商談どうだったみたいな。もう言いたかったもん。その何をやん。終わってますこいつ。その一言に尽きる。終わってるもん。もうその一言に尽きんねん。なんでやる。まずその取引先が、最大手。最大手。もう30年以上付き合いがあるところ。大口です。で、俺らが、入る前から取引をしてる、得意先。そうですよ。で、もう当然その担当社員はもうフル株の人なんですよ。そうです。もうその取引相手もその人としてもその敬わなあかんような、もう年上の方なんですけど。どこがやねん。そのよろしくお願いします。なんで。その名刺渡された瞬間にその粗品が紙質フル。もうちょっとま失礼ボケやめてくれ。ほんまに古かったからな。ほんまにその名刺が、名刺古いってなんやねん。なんだよなあれ。あの再生紙使ってたんかなあれ。自分の名前リサイクルしたやつに印刷せんやろ。古かったんですよ。でこいつ応接室にその遅れて入ってきたんですけど、ちょっとすいませんみたいな感じでそのトイレ行ってたんですよ。俺すぎるやろな。あれそのなんでやったんですかあれは。ションベン来たなって思ってトイレ行ってたんですけど、済ましとかなあかんけどな。そのションベンが黄色すぎて2回流しました。ありネタやないかい。ありネタってないの。ありネタやないかい。お前がトークする時の、うん、いえいえ、そんなんやねん。ほんまこいつもうネットの掲示板とかにさらされなあかんレベルの問題児なんですよ。よう続いてるな仕事。俺ほんまよやってるわ。自分で言うでもそんなやでそれ。で、あ、そう。こいつ受付で、その受付のお姉さんの、それな、あの入り口に受付のお姉さんいはるんですけど、その名前の札があってあります。そのお姉さんの名前がそのあの真実の真に、うん。その誠、ね、魚って書く名前の人やったんですよ。誠に魚や、真に魚みたいな。で札立ってて、まあちょっとその名前が変わってるというか、まあ特殊というか、変わってんな。なんかチラって見た時に、あ、これなんて読むんやろなぐらいにちょっと思ってたんですよ、はい。それを見てその粗品が俺にそのボソッとマザカナっていいよって。したらお姉さんが俺らに向かって、あ、マオです。お前、俺の評判まで下げんな。俺まで一緒にクレームくんね。マオです。誰がマザカナで受付やんねん。せんからな。マザカナで受付せんやろ。せんから言うだからな。終わってるこいつ。もう受付で失礼、トイレで失礼、商談で失礼。もう失礼ハット取りか。1営業3失礼。もう失礼界のエースストライカーですお前は。あれやな、クリスティアーノ失礼やな。そしたらあんでクリロナーにも失礼やな。ほんで何もかかってへんのに名前出されて。粗品本当にヘボ。ええー、ね、田中マルクストゥーリーお前な。もう多分今向こうで噂です。いや、おらんやろ田中マルクス2。お前が90分営業してる間に俺何できてると思う。サッカー強すぎるやろ。俺ソリティアできるよ。サボんなやお前なあ。粗品ほんとヘボ。ヘボ社員やかましいわお前な。どっか行っとけトゥーリオお前はな。もうええて。でその先日の取引先、はい、あの返事来てます。来た。今朝メール来てました。返事来た。ちょっと開いてみましょうか。はい、ちょ読みます。お願いします。霜降り明星のせいやさん、粗品さん、先日はお忙しい中ご足労いただき誠にありがとうございました。いつも素早い見積もり回答を出してくださり、弊社としても大変助かっております。さて今回の発注に関してですが、いつも通りの、それ普通本人の声でやんね。
え、お前の声でフェードにしてくるの意味わからん。ああ、そうですか。でもその結果来てるから、その気になるやん。俺もやみたい。ああ、そうですか。はい、さて、今回の発注に関してですが、いつも通りの個数でお願いしたいと考えております。また現在弊社では以下のようなキャンペーンも行っておりますので、ぜひ興味があれば参加してください。以下 PDF ファイルを添付しておきます。今後ともよろしくお願いします。はい。これ全員に送ってるやん。何がやねん。全員に送らない。あまりにも差し障りがなさすぎるって。テンプレちゃうんこれ。いえ、よかったってことちゃうん。だからその受けてたんちゃうんか、その俺のボケがな。そのお前のあれはユーモアじゃないしな。そうなの？その普通に失礼やったし、その失礼が受けるような相手でもなかったけど、普通に受けてたし、他の社員も袖で爆笑してたやろ。そんな舞台みたいな現象起こらんねん。あの受けで発注取り逃すとかファン騒がんから。いやいや、それもう痛いファンやん、それ。ちょっと知ってる感じしてな。あ、まあそういうこと言うな、黙っとけ。もう一生発注かけてくんな。でよ、これ見たら、これこの書類をスペースキーで文字整えとる。ほんまにわかるんです、これ。あの微妙にこの2行目のこの段、これ1がおかしいんですよ。俺開業してからちょっとずれとるし、これ知識なやつやった。まあその俺も苦手やから分からんこともないけどな。ちゃうんですよ、せいやさん。そのここをね、これこう選択して、このどっち詰めかみたいな選べるのあるでしょ、これ。この上のところ、これはこれ右詰めにしとかんと、これスペースでやんな。あ、パソコン教室行け。うん、俺もやってるわ、それ。そうなの、そうなの。今まで全部の書類スペースキーで整えてました。そうだろう。エンター Y な、使ったことないな。なんか変な形のキーあるなってずっと思ってた。いや、嘘やろ。開業開業、睡眠的なことなんかと思ってた。睡眠、なんか一個だけ形違うキーがおって、そのはぶられてんねんけど、そのピンチの時に活躍するみたいな。嘘つけやな。その F キーとかも使ったことないねんな。便利やで。 F7 とか使ったことない？その打ち込みで。花より団子ですか？いや、 F4 的なことじゃなくてな。その輝いたのは鏡でも太陽でもなくて、歌好きやな、お前。君だと気づいた時から。何がやねん、お前。これ歌大丈夫ですか？なんでやねん、お前な。多分あかんやろ。その、我々営業部社員一同を、胸とキーボードを叩いて、やっていきましょう。やかましいね、お前。いや、オチみたいに言うなよ、ボケな。ワードで文章一致。何言うとんねん。